本日は大峰山寺開閉式に際しまして、大峰山半開薬方皆様方をはじめ、大峰山寺ご寺院の皆様、吉野泥川両区の各関係の皆様方のおかげをもちまして、開閉式を執り行うことができますことを感謝申し上げます。また大峰山寺ごま場お不動様の修復工事が終わり、昨日修復改善供養法要が執り行われました。この工事に修復工事に関しまして、三号組の皆様方には大変ご苦労をおかけし、ありがたく思っております。114年前のお不動様がよみがえり、また新たな1ページを今年から切り開いていってもらうことだろうと思っております。さて、少しだけちょうどいい話をさせていただきたいと思います。薬効者の皆様方は8つの薬効がございます。吉野泥川の新徒総代は8名でございます。そしてご寺院様は5時、そこに三本山の方々を入れると8、すべて8、ちょうどいい8という数字になります。近くにあった日めくりのを見てみまして、そして8ページを開いてみますと、そこにお釈迦様の言葉がございました。すべて自分にちょうどいい、父親、母親、子供、夫、妻、兄弟、友人、すべてが自分にちょうどいい、こういうふうにありました。そうです、大峰山寺には
方三次、そして地元領府、そして各諸国の領女様、皆さんがちょうどいいと、このように私は思っております。このようにちょうどいい戸明けの式が迎えられたことを感謝申し上げたいと思います。平成29年大峰山寺会費鍵渡し式を終了する挨拶をさせていただきました。